よーし、飛び盛り実況続きやっていきましょうか。この前ね、素潜りした時に手に入れたあの魚っていうの、海の幸か。そいつらを寄贈していきましょうか。これと、これと、ズワイガニと、ナマコと、オイスターと、これもオイスターか。じゃあこれだけでいいんだね。これだけで OK。よし。これでだいぶ揃ったんじゃない？おーい。特になし。オッケー。え、じゃあ魚見に行こうか。どれくらい揃っただろう。正直さ、飛び盛り始めたのがさ、9月とか10月だったから、あ、10月15か。10月15に始めたからさ、まだ夏のもの取ってないんだよね。それ取りたいよね。取らない限り埋まらないもんな。え、結構揃ってきたくない？このカニよカニ。このズワイガニの圧倒的迫力よ。こっち向いてくれる？向かないんか。そういうのはないか。これ誰だ？オウムガイか。ほうほうほう。だいぶ揃ってきたね。ほとんど揃ってるんじゃない？さすがにそれはないか。あ、でも結構揃ってきたな。いい感じだね。よし、続きやっていこうか。バイバイ。そういえばね、今週のさ、配信なんか知ってる？みんな。見たんだけどめちゃくちゃいいものやったよ。配信プレゼント。インターネットを使って期間限定配信プレゼントをダウンロードなさいますか？これね、公式サイトで、あれだよ。なんか載ってるからみんな確認した方がいいよ。お待たせしました。合格祈願餅です。受験生のみんな、本当に頑張ってくださいね。あと1ヶ月ぐらいで試験なんじゃないかな。もう本当頑張ってね。で、大体さ、あれだよね。試験の時に限って雨降ったりさ、雪降ったりするよね。俺もなんか毎年そうだったわ。毎年っていう表現はおかしいかもしれないけど。なんか高校生の時とか、中学生の時は毎年雪降ってた気がする。ちょっと待って、これ、ドン。あ、ダメか。なんか出てこないかな。ムカデは捕まえたし、他なんか出てきてほしいんだけど。あ、そういえばさ、引っ越ししてきたんだよね、この子。誰だっけ？クワトロさん。入っていきましょう。お邪魔します。すごい、鉄の音がした。ドンドン。あ、君がクワトロか。君がクワトロさんか。話しかけよう。わー、まだお部屋の心も準備中だよ。僕はクワトロ。今日引っ越ししてきたばっかなんだ。僕ってお片付けに時間かかるタイプだから明日から遊ぼうね。で、いい感じなんだけど、あれだね。外さ、鉄みたいなさ、ドアだったけど、中身はこんなレトロな感じなんだね。すごい頑張ってほしいね。部屋作り。ちょっと待って。化石を掘り起こさせてくれ。化石。化石！来い！よし、化石。被りまくってるからな。なるべく欲しい。よしよしよし、オッケー。で、あれができた。カフェがオープンした、ついに。昨日作ったばっかだけど。誰だっけ？あれか、キエの人か。じゃあいいわ。どこだ？あったあった。ついに完成しましたよ、カフェが。素晴らしい、これ。素敵やな。入っていくか。24時間営業。あ、24時間営業なんだ。コンビニみたいだな。おーす、マスター。うわ、懐かしい。マスター。ちょ、待って。俺さ、なんか持ってた気がする。ちょっと待ってね。ちょっとだけ待って。あれ何このプレゼント。どこもらった？いつもらった？こんなのいつもらった？あ、そうそう、さっきのか。まあ、せっかくね、家に着いたから、ちょっと見てみましょうか。合格祈願餅。ほい。お、来た。あー、かわいい。めっちゃかわいいね。三色団子みたい。ぶっ刺したい。かわいい、これ。すごい。というわけで、また二度目ですけど、受験生ね、頑張ってくださいね。でですね、今回なんで家に来たかというと、どっかにあったはずなんだけど、あった。これ使えるんかな？とても良いコーヒー豆。他の村の人からもらったんだよね。ちょ、これ、試します。おーっしゃ。コーヒー豆を持ってきたぞ。コーヒー1杯200ベルですから。お願いします。かしこまりました。あれ、それだけなんだ。あれ、コーヒー豆ってどこで使うんだろう。ここでは使えないんかな。あ、いただきます。お待たせしました。当店自慢のコーヒーでございます。さあ、召し上がり。ちょっと冷ます。さよなら、ちょっと困ります。さらに、冷やしていく。さらに冷やす。ダメか。じゃあ、いただきます。このマリンスーツで、サンタの格好をして、全身で香りを感じる幸せなひとときだ。確かに、コーヒー大好きだもんな、俺も。
ありがとうございました。優しいマスター。ここは座れる？あ、座れるんだ。このコーヒー豆どこで使うんだろうね。これを使ったらさ、なんか、あ、コーヒー豆ですね、こちらで炊きますかみたいなさ、言ってくれるんかなって思ったけど、言ってくれないんか。すいません、今仕事中で。え、1回しか飲めないの？1日1回だけ？マジで？そうなんだ。健康にも気を使ってくれるんだね。おっす、リサさん、売りに来たよ。ちょ、化石以外ほとんど売るか。これ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 、ここら辺はもう全部いらないか。このサファイアって何なんだろう。このサファイアはさ、売れるものなの？売ったら高いんかな。ちょっとダメっすか。じゃサファイアだけ売ってみよう。結構高かったりするからな、こういうの。2000ベル、あ、そんな大して、そんな大して高くないな。よし、話しかけて。まあ、さっきと同じように、これ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 、これこれこれ、OK。あ、コーヒー豆もうちょっと置いとこうか。コーヒー豆いずれ使うことになるんじゃない？ 3000 ベルか。あれだけで3000ベルか。あ、そういえばね、改造が起きたんだよね。おはよう、改造。改造って何してくれるんだろう。じゃ、名前通り改造してくれるんかな。リメイクしたいって何なんだろうね。やってみようか。特にねえや、悪いな。それだけ？ちょっと待って。マジか。あ、マジか。リメイクしたい。ちょっと待ってね。なんか持ってくるわ。ちょ、化石ね。化石ダブったんだけど、これいけるかな？試してみましょう。さすがに化石無理か？みんなとどうしたんで？リメイクしたい。なんか持ってきてくれたな。どれだれ？お、来た。マジで来た？あ、来た。マジで化石来た。じゃ、やってみようか。一個やってみよう。ブロントテリウムの頭。うん、やっぱかっけえよな。わかるんか、改造。俺見たことないけどな。他のパーツも揃えて持ってきたら4400ベルで飾りやすいミニチュアにしてやるぜ。どういうこと？やってみる。よっしゃ、他のパーツも頑張って発掘してこい。話はそれからだ。あ、そういうこと。部屋に飾れるってことか。あ、そういうことか。素敵やな。素敵やな、改造。すごいな。本当にいい夫婦って感じだね。俺が座る。ただそれだけ。あ、仲良しそう。こう来たら仲良しなんじゃない？リサさんと改造が、なんていうのかな。喋ってるような絵を作りたい。無理か。無理やな。おーおー、びっくりした。エポーな。あたい、どんどん買い物もするけど、使って飽きたものはすぐ売っちゃうね。それいい。俺も同じ考え方。やっぱりね、そういうのが一番いい。古いものばっかり置いてたらさ、ダメだよね。やっぱ物に囲まれないとダメ。新しいものをすぐに買って、古いものは売っていく。それが大事。あ、何か見つけた。このバキラ、いいよね。あー、欲しくなっちゃうよ。買っちゃえば？だよね、よし、買っちゃおうかな。すいません、これください。本当に買うんか。あ、買われた。やったねー。あー、そういうのいいよね。エポナと仲良くなれそうだ。バイバーイ。もう他に特に今回することがないので、この前さ、雪玉失敗したから雪玉やろうか。やっていこうか。ちょっと待ってね。結構これ集中するよね。しかも、俺のさ、村結構木があるからさ、すぐに雪玉が潰れることが多いんだけど、あー、来た来た。こうなったらもうこっちのもん。で、どのタイミングでさ、雪玉をやったらいいのかまだ分かってないんだけど、ここにもう一個雪玉があるから、ここでできるとして、できるかな？できるかな？頑張ろうか。こんなもん？もうこれ以上大きくならないもんね。こんなもんだな。うん。下のやつはこれで OK。よし。上のやつを作ろう。ここだな。待って、潰さないようにね。これ一個しかないからね。多分な、手で持てるようになった瞬間に投げたら、いい感じだと思うんだよね。もうちょっと大きくしよう。もうちょっと大きくしよう。よしよしよし、いいぞいいぞ。あ、来た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 。このタイミングで、行ったれ！完璧じゃね？あ、もうちょっと、
え、マジで？これでもダメ？うん、こんくらいでいっかって思ったですね。ああ、間違いない。心が読まれている。雪だるま作りを甘く見てもらっちゃ困るだす。1ミリ単位まで神経注いでもらわないと。これまだまだいまいちだすよ。マジか、マジか。今回も失敗か。いい感じだと思ったんだけどね。なんか乗せた瞬間にそう思ったわ。確かにバランスがいびつだわ。ちょっと大物じゃね、あれ。あの子だけ釣っておろうか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。頑張って、こっち、こっち向いて、こっちを向いてよ、ハニー。よし、来た。なんだろう。タイかな。タイな気がするけどな。何？あ、ブラックバス？違う、コイか。コイ？俺、コイって寄贈してたっけな。さて、果たしてコイは寄贈していたのかどうか。ここで寄贈する。なんか寄贈してた記憶ない。あ、やっぱりな。よかったよかった。あ、ラッキー。オッケーオッケー。直接渡すんだもんな。あ、食べたりしないよね、フータ。美味しそうに見えるわ、フータが持ってると。うん。はーい。お手伝いできるかと特にない。よし。じゃあ今回の飛び盛り動画はこの辺で終わっておきましょう。次回をお楽しみに。じゃあな。